ラッシックカーレースやってはるんですやで、岡山でやってるんで、はいはいはい、もう30年ぐらいの車だけ。あ、いいね。もうね、何年続いたんですか？30年近くだよな。30年やってるね、はいはいはい、30年以上かな。あ、それやったらもう、これはもう、あれ、ポルシェ。911の前のやつ。いや、僕は911やってるやつ。なるほど。僕は丸2。丸2、いや、すごい。もう、ボロボロになっとんよ。もう、ずっとやってるから。そうなんや。同じ車体でやっとるから。あれってでも、メンテナンスとか大変でしょ。古い車だけあってね。だんだん部品がね、その頃は一番安いただみたいな車でやり始めたのに、はいはい、今もうクラシックになってしまってね。でもドイツとかイギリスやったらほら、製造日から30年経ったら税金がただみたいになるでしょ。ただね。日本はなんで古だったら高なのかなって。ほんまね。異常。異常。うん。逆に税金払わないと苦労してんのに。そう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 。おかしいよね。ねえ、あれは絶対おかしいですね。 K の 1600GTL。 あ、一緒の車種。あ、GT と GTL だよね。そうですね。